ラントアッサシュレッパーとは、ドイツ軍が第二次世界大戦において運用した、非装甲水陸両用トラクターである。陸軍兵器局の要請により、ドイツ陸軍の工兵車両として、若干の陸上運用能力を持った、軽量タグボートの開発が1935年に開始された。とか及び加強を行う予定であり、開発は、デュッセルドルフにて、ラインメタルとボルジッヒが行った。 車体は早期カボートの後部にプロペラとラダーをそれぞれ2枚ずつ取り付けたスタイルはモーターローンチとよく似ている。地上においては天輪として片側にボギーを4つずつ置いた鉄製バキの履帯を用いる。1940年の秋、3両の試作車両が完成し足死作戦のために戦車大隊へと割り当てられた。これを対岸へ進行する非動力の端け。 および車両を栄光するために用いられる予定であった。また、橋気が陸に上がってしまう6時間の引き潮の間は対岸に直接物資を輸送する補給物資輸送船としても用いるつもりであった。LWS の後にキャスボーラー水陸両用トレーラーを牽引する任務も含まれる。この車両は1940年8月2日にずいると自慢にてラインハルト試験スタッフによって フランツ・ハルダー将軍に対してデモンストレーションされ、彼は陸上での高いシルエットを批判したが、全体的な有効性に理解を示した。進行する橋形に対して一つか二つの LWS を割り当てるのに十分な数を生産することを提案したが、量産性の低さがこの計画が実行するのを妨げた。開発の遅延によって LWS は少数生産されたものが来た。 アフリカやロシアで有用性を示したにもかかわらず1942年まで正式採用されなかった。1944年には完全な新規設計が取り入れられた LWS2 が登場した。この車両は、方向戦車のシャーシをベースにしており小型化された乗員用キャビンに折りたたまれた4本の旧排気煙突を備えた平坦なリアデッキが特徴である。 LWS は終戦まで運用された。ありがとうございます。